FC ゼニトサンクトペテルブルクはロシアサンクトペテルブルクを本拠地とするサッカークラブ。ソビエト連邦時代はゼニトレニングラードとして知られた。ゼニトとはロシア語で天頂を意味し、転じて絶頂や頂点を表す。1925年6月にレニングラード金属工場の労働者らによって創設された。 1936年のソ連リーグ開始を前にして、スターリン主義者を意味するスタリネッツに改名され、1940年に現在のゼニトに改名された。2005年12月からは、ロシアの天然ガス独占企業ガスプロムが経営権を握っており、豊富な資金力をバックに強化を図っている。1968年には、当時のソ連レニングラードを訪問した日本代表と、 試合をしたが、6から0で、ゼニトが干渉した。2007年シーズン、ロシアプレミアリーグ発足後、初優勝を果たした。モスクワ以外のクラブのリーグ優勝は12年ぶりとなった。2007から08シーズンには UEFA カップで優勝した。予断を許さない状況の続いたグループリーグから一転して、決勝トーナメントでは、ビジャレアル CF、マルセイユ、 レバー空前、バイエルンミューンヘンと競合を次々に下した。決勝において、スコットランドのレンジャーズに2-0で、勝利、優勝を果たした。ロシアチームによる UEFA カップ制覇は2004から05シーズンのチェスカ・モスクワに次いで2度目である。勝利後、2008年5月14日深夜から、早朝にかけて、市内の車が一斉にクラクションを鳴らし優勝を祝った。 2017年に新本拠地のガスプロムアリーナが完成した。2012から13シーズンは夏の遺跡市場において復帰をポルトから推定5000万ユーロで獲得し、アクセルビツェルも獲得した。チャンピオンズリーグはマラガと AC ミランの後陣を廃止グループ3位で敗退した。2017から18シーズンはレアンドロ・パレデスを獲得した。FC ゼニトは モスクワの競合クラブ FC スパルタクモスクワ PFC チェスカモスクワとライバル関係がある。サンクトペテルブルクとモスクワという2つの街のライバル意識も背景にある。2012年9月、マーケティングリサーチ会社の AC ニールセンがロシア国内の38都市で延べ19000人からどこのファンか通ったところ全体の1位である27%がゼニとトのファンだと 答えた。また、人口百万人を要するペルミ、ノボシビルスク、ボルゴグラード、火山、サマーラでは、地元クラブがトップで、ゼニトは二番目に人気であった。ペトルフスキースタジアム二千六年ロシアプレミアリーグ、ルニョフ九十九カラバイフ十五ラキツキー四十四イバノビッチ六サントスサンマウコム八オズドエフ、十七バリオスゴドリウシ十一十0二十二アズムン70 選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。h t t p o b s e r v e r s f r a n c e 2<ン>4 c o m コンテント29319ロシアンフットボールフーリガンズコンフロントポリスモスクワ スパルトックゼニート1260万ルシアンズ、サポートゼニート、ありがとうございます。